初めてはそうですね、中学校ぐらいかな。なんか母親がすごい美味しそうに飲んでて、すごい美味しそうだなって思って僕も飲んだんですよ。そしたらね、すっごい苦くて、なんかこんな美味しくないのよく飲めるなって僕は最初思ってたんですけど、その時美味しさに気づいてなくて、今やっと気づけたって感じですかね、美味しさに。それが最初の僕が初めてコーヒーを飲んだ時ですね。懐かしいな。そうですね、まあ僕が一番こだわってるのが、そのまあコーヒーを入れるマグカップっていうかな、そのコップがすごい僕がこだわってて、これ実は沖縄の焼き物なんですよ、やちむんって言って。でこれで飲むとコーヒーの味が全然違くて、やっぱり普通のマグカップじゃなくて、やっぱり沖縄で作られたやつだと、もうすっごい美味しく飲めます。だから僕はこれ結構愛用してるんですよ。もう2年弱ぐらいずっと使ってます。ちょっとね、年季が入っちゃったりなんですけど、これ飲むと本当美味しいんですよ。いいんだよな、これがまた。これはただパンにつけるだけです。はい、豆は僕は、まあ、濃いコーヒーが好きなんですけど、この今イタリアンローストですっごい濃いやつを選んでて、この豆から引いてやっぱり香りが違うんで、まずこれが一つと、もう一つこのもう引かれてる豆、僕はブレンドしてます。これがねちょっとフルーティーな香りで、これとはもう本当に真反対の味付けで、ちょっと濃いやつだけだとどうしてもまあ深みが強くなっちゃうんで、あえて僕はこのフルーティーなものを少し入れて、まあ味に奥行きを出していこうかなって思ってます。違いますね。幸せだ。よし。よし。そうですね。これはただ飲む用の水です。はい。全然こだわりはないです。はい、そうなんですよね。僕がまあコーヒー入れ始めて約2年間ぐらいかな、ずっと使ってるアカンであんま見せたくないんですよね。ちょっと汚いんで、あんまりこう映ってもいいもんじゃないですけど、僕はもうずっとこれ汚いな、これで入れてます。はい、いや僕以外はあんま飲んでないですね。僕は結構コーヒー好きで、それ以外全く飲んでないですね。